はい、ズームパートナーズの大森です。今回はですね、蚊の話というような感じですね。サムネイルにもね、あったんじゃないかなと思うんですけれども、雑草がね、生えてるとね、蚊がね、いっぱいいるよというようなね、感じのお話をいたします。チャンネル登録もあるんですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日もね、解説の方していくんですけれども、今回はね、再生数が伸びるんじゃないかという風な感じでね、たまにはね、再生数を追いかけるという風な感じになっております。かなりね、伸びる動画とね、全然伸びない動画とね、やっぱあるんですよね。マニアックなね、話の方がね、面白いなって僕はね、思ってるんですけれどもね。まあ、たまにはね、こういう感じと。で、今ね、撮影しているのはね、2022年6月という風な感じでね、もう、うちの息子もね、外で遊んでるとね、なんか3分ぐらいでね、ふくらはぎ、だいたい蚊に刺されててね。で、なんかこう、外でね、椅子とかね、こう、テーブルとか出してね、こうやってご飯食べたりする時があるんですよね。うちね、芝生にしたんでね、お庭ね。そうするとね、こう食べてるとね、もう、うちの次男がね、この辺をもうずっと刺されてるみたいな。ほらっつってね、取ったりしてね。そんな感じでね、蚊がね、どんどん出てくるという風な感じなんですけれども、蚊はですね、基本的には、どっかしらにね、隠れてるんですよ、基本的に。で、よくあるのが、草です。雑草の陰に隠れてるっていうのがかなりよくありますんで、ですね、いろんなところにね、隠れるんですよ。で、蚊もね、やっぱ天敵がいてね、その天敵からね、基本的にこう身をこうね、隠したいわけですよ。誰かしらにやられちゃう、誰かしらに食べられちゃうみたいなので、基本的にはどっかにこう隠れたいんですよ。で、どっかに隠れてて、誰か来たな、よし刺しに行こうみたいな感じなんですよね、基本的には。もうずーっとね、こういない、誰もいないなっていうところをね、こう探してるわけじゃないんですよ、普通ね。ですんで、飛んでるなって言うより、それ飛んでるんですよ。なぜなら、標的が来たからというような感じでね、基本的にはもうね、どっかにいてね、隠れてると。で、その隠れている場所っていうのが雑草の場合が多いというふうな感じのお話です。まあもちろん、雑草じゃないところに隠れているっていうのも、普通にあります。例えば木のね、この影とかね、木の枝が混んでたら木の枝の影に隠れるっていうのもあるんですけれども、基本的にはですね、要するに哺乳類だったりっていうのの血をね、こう吸いに来てるんですよ。で、主にね、やっぱそのね、いるのがね、そんなね、もう5メートルの哺乳類の顔。血の吸いに蚊が来ましたみたいなってあんまやっぱないわけですよ。そうするとね、その基本的なその生活圏内っていうところになりますんで、もちろん高いところにいる時もありますし、低いところにもいる時もあるというようなことっていうことを考えればですね、雑草がね、どこの家にもね、結構あるんじゃないかなと思いますんで、その木の影に隠れてるっていうこともあったりとか、いろんな影に隠れてるっていうことはあると思うんですけれども、やっぱりどう考えてもね、その経験則的なところで見たとしても、なんかね、この草がすごい生い茂ってるところ、すごいやっぱり蚊が来るんですよね。で、木がね、こう生い茂ってる森の中とかって、あんまりね、やっぱりこの蚊に刺されたなー、ギャーってなった記憶ってあんまりないと思うんですよ。ですんで、もちろん両方いるはずなんですけれども、基本的に自分の家のですね、この庭、お庭だったりとか、その生活している県内のことを考えると、雑草が生えているから、あそこに隠れてね、そこからもうこう隠れてて、飛び出してきて、吸って、もうまたそこに隠れて帰っていくという風な感じのことがね、かなり多いんじゃないかなと思います。ですんで、ぜひともね、その今年はですね、蚊に刺されないためにですね、草、雑草対策をね、していただければいいんじゃないかなと思っております。で、以前ね、雑草対策の話をですね、何個かしました。で、それ見ていただければね、雑草に対するね、考え方っていうのはね、いろいろあるんだなって思いますね。まあ、倒し方だったりね、そういうのもあるんですけれども、最近はですね、もう逆にね、倒さなくてもいいんじゃないのかなって僕はね、思い始めました。というのも、もうどう考えてもですね、雑草をなんとかするっていうのはもう 100% もう無理なんですよ、基本的に。で、100% まあ無理なんですけれども、一応ね、その生えにくくする方法とかっていう話もね、昔したりとかしたこともあるんですけれども、もう諦めてね、もういいかと。いう風なところでね、ただ、何が言いたいかっていうと、雑草がね、こう、ある程度の背丈になっていると、そこに隠れている可能性が極めて高くなっているんで、ある程度高めの草だったりとか、なんか、なんていうんですかね、このいっぱいなってるっていうのはね、良くないっていう風な感じになりますんで、背がね、もうギリギリまでね、低くなっている雑草であればね、そこに隠れられないんで、他のところに行くっていう風な感じになるんですよ。ですんで、なるべくね、低く保ってあげた方がいい。まあ、だからといってね、
その芝生をね、もうなんかあの2ミリにしましたみたいなことはやめてくださいね。で普通にね、この足のその要するにサンダルだったり靴だったり、そのね、そこでこうなって靴が隠れないぐらいの要するに高さであれば、そこのぐらいであればね、全然そのね、あの隠れるっていうことはね、できないはずなんです。どう考えても。それがね、この腰の高さとか胸の高さぐらいまでね、やっぱなる草がね、どんどん今ね、あの成長してるんで、まあススキみたいなのとかね、なんかイネ科のなんか背高くなるやつとかね、なんとか何でしたっけね、ちょっとね、いろんなの覚えすぎてね、名前がごめんなさい、出てこないんですけど、セイタカアワダチソウぐらいしかちょっとね、ピンとこなかったんですけど、すいません。いろんなね、あの、草あります。犬なんとかとかね、なんか、要するにあるんですよ、とにかく。で、それのですね、高さが高いから隠れる場所がいろんなところにあるわけで、高さが高くないだけでも、だいぶとですね、その蚊をですね、減らすっていうのがね、できるはずなんですよ、確実に。ですんで、隣近所さんね、あの、一応声かけてもらって、もう、うちらはね、その、蚊を隠れさせないぞ、みたいな感じで、草刈りをね、全部やるっていうのだけでも、かなり効果が期待できるんじゃないかな、というふうな感じの理論のね、今回はお話がしたかったというような感じです。ですんでね、刈るだけでもいいですし、まあ、取るのって結構大変なんです、僕もね。あの、草取りね、あの、この間その町内でね、あの、草取りやったんですけどね、やっぱ手で取るのね、もう、まあね、もうすごいよ、握力が、みたいな感じにね、あの、なるんですよ、やっぱりずっとやっててもね、もう、10分で、ごめんなさい、本当に、っていう風な感じになりますんで、それだったらね、なんかこう、機械使ってね、一気にバーンって刈り込んじゃうとかね、なんかその、ハサミでね、その上のとこだけボンボンボンって刈り込んじゃうとかね、草刈り込んでも別にね、悪いってことじゃないと思いますし、根っこが残ったとて、その雑草がね、あるからこそ、他の雑草が出にくくなるっていうこともあったりすることもありますんで、ね、ある程度はやっぱりね、もう全部を全滅させようと思うからやっぱ難しいわけで、今回の話に関してはですね、雑草をなんとかしようっていう話ではなくて、蚊をなんとかしようっていう話をしているわけでですね、蚊をなんとかするのであれば、この高さが低くなれば、隠れる場所がかなり限定的になるんで、隠れにくくなるよね。だとしたら、低い方がいいよね。低くするんだったら、刈り込むだけでもいいよね。みたいな感じの理屈になっているというふうなことになりますんで、もうね、その、切るだけでも、刈るだけでもいいんじゃないかな。取らなくてもね、それだけでもかなり、そのね、蚊の対策っていうのはできるんじゃないかなと思います。で、その、要するに、その、いろんなところにですね、あの、水が溜まるとですね、そっからね、その、ボウフラって出てきてね、こう、いろいろこうね、どんどん増えていくっていうふうな感じなんですけれども、やっぱりね、その雨水がね、溜まってるところ、ずっとね、雨水が溜まっているところとかでも、結構ね、普通に出てきちゃうっていうことはあるそうなんですよ。ですんで、刈ることによって日が当たって蒸発していくっていうね、その無駄な水溜まりがずっとあるよね、みたいなところも、もうその草をですね、なんとかするだけでですね、一応ね、その改善できる、回避できるっていう風な感じになっていくはずなんですよ、確実に。ですんで、今ね、もうちょうどですね、もうこれからなんで、今ね、もう6月に入ってね、梅雨の時期でね、もういい加減やっといた方がいいよという風な感じになりますんでね。まあ、ぜひともね、その全部が全部その草を取らなきゃいけないっていうマインド、頭の中からですね、それをもう取っ払って、もう草はもう草としてもうしょうがない。まあ、ある程度はしょうがない。ただその高さがあるから悪いんだ。高さを下げるだけで、そのね、蚊に刺されるっていうリスクが減るんだとしたらもうそれだけでいいんだ。わーってこう刈り込みますのでね、こう雑草を刈り込んでいただくとかね。だからこのあのね、あのチップソーってね、あのね、あの、仮払い機でね、ちょっとした仮払い機みたいな。今ね、あの、なんか、ツーサイクルのエンジンオイルのやつじゃなくて、電動のね、電池式のやつとかでもね、あの、売ってますんでね、そういうのでね、さーっとやるだけでもね、だいぶと違うんじゃないかな。ただね、ちょっとその機械使うのはね、もうなんかいろんなの壊しちゃったりとか、怪我しちゃったりとか、あ、なんかね、その石ポンって弾いてね、窓ガラスバリーンって割っちゃったとかね、なんかそういうのもあったりしますんで、十分ね、注意をしていただきたいなとは思うんですけれども、やっぱりね、便利なものは便利っていうところでね、なんかその手動でね、こう、ね、あるやつでね、ビーンって芝刈り機みたいなね、こういうやつでね、あるみたいなのもあったりするんですけれども、まあ、ああいうのでね、あの、草をね、こう、ダーンと刈っていくっていうのだけでも、かなり効果は期待できるんじゃないかなと思いますんでね、今年はね、そのね、うちもね、一軒家に住んでね、いろいろね、やっぱお庭でね、遊ぶっていうのが息子たちがね、好きなんでね、どんどんやってるんですけれどもね、一応蚊取り線香焚いてね、草をね、その辺全部ね、刈り込んで、でね、うちの周りだけでもね、蚊があんまり来にくい、隠れていないというようなね、状態を作ってあげればですね、まだ少しはね、改善できるんじゃないかなと思いましたんでね、今回のお話という風な感じになっております。ですんでね、必ずその全部が全部ね、いなくなるっていうのはもう 100% 無理なんで、少しでもね、うちの近くに常駐しているっていうのを減らすという意味でね、雑草対策ではなくて雑草の高さを下げるだけでも改善できることがあるんじゃないの。100匹が80匹になるんじゃないの、80匹だったのが40匹に
になるんじゃないのみたいな感じでね、減ら減っていくというふうな感じのお話になっておりますんで、まあぜひともね、雑草やっぱりね今の時期頭悩ませると思いますんでね、雑草は雑草としてそのままにしとくんじゃなくて、高さだけでもね下げるだけでもいいですよというような感じのお話をしております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。